5月16日日曜日時刻は午後6時を回りました辛抱二郎サンデーキッスプラスサウンドクルーの薄田ジュリアです加納恵美子です鍋谷直樹です さあ皆さん冒頭から早速ですが先週の放送で一つ訂正とお詫びがええ何ですか突然これあのちょっと bpo からご指摘がありまして bpo です放送倫理番組向上機構 bpo 案件のやらかしたこの番組 bpo 案件に引っかかりましたええどういうこと bpo 言うてもよなよな bpo っていう b p o なんですけど、一気になんか、夜な夜な。ね、いや、これね、あの、a b c ラジオで、いつも、平日、帯で夜の10時から。あの、応援はしてる夜な夜なっていう帯番組があるんですよ。女性アナウンサーと。そう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 、あの、火曜日は、あの、その、増田岡田の増田さんと。で、あの、a b c の、ええ、増アナウンサー、映画やってる、まあ、増田増田なんですよね。そういもやってるね、増田さん、顧問じゃないわ、秘書やってる増田さんね。で、その番組の中、なる、レギュラーコーナーで、夜な夜な b p o っていうコーナーがありまして。 あのまあ1週間リスナーが見たテレビとかラジオで「あの番組でこんなん言うてましたよやらかしてましたよ」とか、うん、なんかもうあ,ああいうふうに言うてんのが僕にはこういうふうにしか聞こえないんですっていういわゆるネタコーナーなんですけど。 そこでねなぜかこの番組の先週エンディングで私が言い間違えたことが、うん、あの通報されてましてええ何え僕、先週ね、僕も編集、あ YouTube の編集してて、うん、聞いてて、あちゃーと思ったんですけど、最後の最後にあの辛坊さんのプレゼントあるじゃないですか、はい、あれで、はい、なお当選者の発送は商品の発送を持って返させていただきますって、当選者を発送すると <laughs> <laughs> どうやってキ i ス f m さんは当選者を発送するんでしょうかっていうあの問い合わせが ABC にいったみで、ね、<laughs> 目の前にいた私は聞き逃してますけ僕も気づいてなかったんですよディレクターは気づいてたっぽいんですけどほんま最後もう追い込みの男っていうかもう時間ぎりぎりやったんで,あで、ね、まあ意味は聞いてたわかるだろうということであれだったんですけど日本語として間違った言い間違いでございました訂正ししてお詫び申し上げますええ当選者発送できないだろうっていうツッコミが入ったってことですか あの当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。訂正させていただきました。私まさか今週あの B. P. O. から突っ込まれると思ってませんでしたので。びっくりしたんです。光栄ですね。でも。光栄です。そうですね。B. P. O. 案件ね。ある意味憧れ。まあ、いいや。お二人今週どうでした。なんか。なんか。自分は結構取材で。バタバタしてましたね。ええ、まぐるしい一週間でした。睡眠時間も四時間。 4時間ちょっととか四時間ちょっと、ジュリアさんってショートスリーパー、ロングスリーパー？い七時間寝たい。あなのに四時間はちょっと辛いよね。やっぱもうクマがひどかったり、かんニキビもねおでことか目今までできたことのないね目頭にニキビができちゃったり。えー やっぱ睡眠不足か。ということでジュニアさんって取材ってランナーでしょ夕方のニュースの。あれジュニアさんの1週間というか1日の動きってどんな今ね私月か水で番組に出演してるんですよ。よく皆さんね出演以外の時何してるのって結構曲穴とか女性アナウンサーに対して結構皆さんそう思われてるみたいなんですけど朝早くから。 取材には出てってあそのランナーがない木金土日とか、うん、い,いやいやもうおねえの日月火水あそうなの局にいるのかと思ってました<え>、うん、いやいや,いやも,うもう朝いや何も取材何もないときは曲には九時半ぐらいに入るんです夕方四、ね、時四十五分からですけど九時半から十時には入ってます曲になんで、うん 打ち合わせととか<う>なんかかか下調べとかいろんんんんな準備があるでですよ時半に自分から進んでいってんのかだってジュラさん言うても社員じゃないから労働時間じゃないでしょ、はいはい、自分から進んでいって何もない時はその時間でいいんですけど、うん、取材とかがあると、うん、例えば会社を8時出発とかだったら<う>結構早く。 取材も行って何軒か行って会社に戻ってくるのが例えば2時とか2時半とかそこから急いで化粧着替え隙間時間で5分ほど昼食とってでオンエアになだれ込むっていうでオンエア終わりにあそうそうそう社食ねでオンエア7時までありますで7時から反省会があって着替えて7時半からまた取材とか。 それがね今週続いたんですよ。あ終わってからも取材の。はいはいはい。どやな。とてもしんどいわ。今ズーム取材とかができちゃうので簡単に。そうか。今週ね月火水ともそれが続いて。あれ。家帰ったらもう十一時。そっから夜ご飯食べてお風呂入ってとかしてたらもう。ヘッドヘッドや。それで翌朝六時には起きてとかなんで。結構ねそうそう。まあでも充実してるんでいいんですけどね。ランナーないわ ない日はあの実は私あの今お花屋さんで研修をしてて何ですかね何ですって,すって <laughs> <laughs> これ初めて言うんですけどお花おは <laughs> お,お,お花屋さん,屋さん <laughs> いつの間にって感じですねまあ、まあ、これちょっと来週ゆっくり聞こうそうですねう長くなるんでオープニングで収まらんわはいえみこちゃんはあ一日のタイムスケジュールですか、うん、私もその日によって仕事がバラバラなんで、うん 毎日結構違うんですけど、うん、今週だったらまた釣りロケがあったのでうん、うん、釣りのロケの日とかだったら大体、うん、えと朝3時ぐらいに起きていはいで起、うん、床とかして、うんでまあ、5時ぐらいにそのホテルの、えー、と前乗りしてるホテルのロビー集合とかでそこから。 ちょっと移動して釣りを五時とか六時ぐらいから始めます、うん、で夕方の六時ぐらいまでずっと釣りをしてます骨の上そうです,すあお昼ご飯でまあちょっとボート止めてボートの上でお昼ご飯パッと食べたりとかはありますけどうーもうずーっと水辺に二ヶ月ヨット乗ってる辛坊さんの手前でその一日っていうのもあれやけど <laughs> えず、しんどなれへんのよったりとかでも最初は 慣れなかったですけどもうなんか体のサイクルが釣りの前の人とかはもうトイレ行きたくならないように極力水分摂取を控えるとか、ね、そういう技を身につけたので、うん、そんな長時間で船に乗ってるとあの三半期間鈍ってくるじゃないですか ちょっとした例えば地震震度3、4とかの揺れも感じなかったりするのかな。ってきそうですよねれはそれで感じるよな。な感じますさんもヨットで気持ち悪くなったりはしないけど家帰って食卓の椅子とかお手洗いとか固定されたところにガチッと座るとやっぱり水平線が動いてるよね。ずっと一日乗ってて船から降りるとやっぱりちょっと。地震は物音もするから分かる。かります <laughs> なんかちょっとしたこう <laughs> 物音しないパターンもあるじゃないですか,なんかち,ょちょっとこうう遠くの方で揺れた時は分か船から降りた直後だったら分か,り分からないかもしれないですけどロケがあってロケがあって他、あとはそんなに外に出てないので,、うん、で休みの日でも私8時朝の8時までには絶対起きてるんですよ。うんうん そうしないと、なんか世界から置いてかれてる気になってしまって。<laughs> みんな大変やな。はい。<laughs> だから、まあそういう日は朝早く起きて、まあ普通に家の掃除とか、パンを焼いたりとか、あ、パンってあの、 粉から焼くんですよ。粉から焼いたりしてました。えー、すご、ねはい。本格的。まあ早く起きてもそうやってパンこねたりしてるんで、結局多分世界から置かれていってると思うんですけど、なるほどね、そんな感じで。ちょっと今度じゃあ YouTube でなぞいてみようかな。<laughs> 来てください。ごめん、どうぞ。<laughs> はい、では進めてまいりましょう。辛坊治郎サンデーキスプラス。この番組は日曜の宵の口。 キス FM 神戸からヨットで太平洋横断中の辛坊さんを応援しながら素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組ですキスナーの皆さんの世の中に対する疑問や意見をもとに考え学ぶ一時間自分になかった気づきや視点をたっぷりチャージプレゼントもあります午後7時までお付き合いください今週のオープニングナンバーは神戸市にお住まいのキスネーム高校生のライアンさんからいただきました あうっせーわでした。 メッセージもご紹介しますありがとうございますありがとうございます皆さん初めまして今まであまり収録番組にメールを送りづらかったのですが久々に挑戦してみました高校生の方ですよねはい高校生の方です嬉しいありがとうございますありがとうございます今回の緊急事態宣言の延長やはりチグハグな部分が多い気はします高校生の視点から言わせてもらうとそこら辺の路上飲みしてるおっさんたちよりよっぽど感染防止対策を徹底していると思います それなのに大会が中止になったり、うん、部活動が停止になったり政府は若者をいじめすぎだと思います、うん、そもそも中学生や高校生はお酒はもちろん飲めません、うん、確かに近場のファミレスなどで騒いでることもあるかとは思います、うん、しかし少なくとも2次会3次会までなんてことはありえないし、うん、食べ終わったらさっさと帰ります、うん、政府よ若者の気持ちも考えてくれよお願いだから、うん、というお便りですなるほど、ね 悲痛な叫びというかね,、うんまあ、ね今回のウイルスってどっちかっていうとその、まあ、専門家がよく言うのは、うん、子供のウイルスではなく大人の、うん 病気だとインフルエンザとかは子ども学校で蔓延して大人に広がっていくんですけど、はい、今回の新型コロナウイルスどっちかっていうと大人からスタートするってまあ変異株になってからちょっとどんどん若者にも来てるんですけどうん、うん、確かにその若者になんかすごいしわ寄せがいってる感じはしちゃいますよね。うんまあ、確かかににねね自然とと高校生っっててそそそれれこそ大学受験も控えるしはは必死で、ね、季節によっては、うん 防止対策感染防止対策もするだろうしいやちょっとね僕気になったの兵庫県のね、はい、ずっとこうまあコロナの検査件数とか、うん、まあ重症化の,あの年齢別の割合のグラフを、うん、まああのいわゆる感染当初去年、はい、え去年か、うん、去年の1月以降のグラフをねずっと見てたんですけど、うん、まあこの第四波で相当やっぱり検査件数も第三波に比べて1.78、うん、倍ぐらいやっぱり検査件数自体が多いんですよね<ー>でそれに伴って陽性者もガッと増えていて、うん、まあ陽性率も 若干、検査件数に対する陽性者の割合は、まあ、ちょっと上がってるんですけど、はいはい、年齢構成はね、じゃあ、そんなに大きく変わってるかというと、うどうもそんなに変わってない、なのでやっぱり検査件数っていうかね、やっぱり第4波だっていうのと、まあ、いわゆる保健所の、まあね、忙しい、忙しくないによっても変わってくるじゃないですか、この検査件数の違いってね。 だからまあ一概に今、んとなく若者に広がってる、広がってる若者も気にせなあかんってまあそれは全員気付つけなあかんのですけどうん、うん、でおっさんだけがまあ悪いわけでもないんでしょうけどうん、うん、まあこれ、また分断を生むんでね <laughs> <に>言葉遣い気にせなあかんのですけどまあ確かに、うん、ジゅアさんの言う通りねまあベースは大人向けのウイルスかもしれないのでね、うん、まあやっぱりね当たり前の話ですけど、はい、まあ大人は、年配者は、うん、やっぱり子どもの、ね。 やっぱり鏡でないとというかお手本でないとあかんのは基基本本中のですよね高校生って3年間しかないのにそのうちの2年がもうこんな状態だって思うとね大変だなと思いますけどまああのねこんなこと言うのもあれですけどね「開けない酔わない」ってよく言いますからねなんとか頑張ってこれがね今度は人生の何かのバネになることもありますからプラスに考えながらなんとか 頑張って乗り越えていきましょうはいこの後はサンキスニュースピックアップですサンキスニュースピックアップ今週はサンキス海外特派員と電話をつなぎたいと思いますお久しぶりですね、はい、今回は辛坊さんのヨット太平洋横断のゴール地点でもある<お>アメリカサンディエゴにいるキスネーム<お>マットさんですよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いしますマットさんサンディエゴですかまたご縁のある場所にねえ はい、そうなんですありがとうございます特派員の名乗りを上げていただきましてもうそちらに長いんですか、うん、そうですねアメリカには20年以上いましてサンディエゴにも10年以上もういますへ<お>、ね、え最初どこに行かれたんですか最初はあの語学留学できましたので、うん、えっと中,中西部の誰も知らないような <laughs> いわゆるあの田舎っていう感じのとこですか そうですね、うん、もう日本人も全くいないようなところで、英語を身につけようと <laughs> へ<ー>えマットさん、今年とい42です。42ということは、<歳>もう二十歳そこそこで、もうアメリカのどいなかにいきなりポンって行かれたんですかそうですね、日本の大学を、まあ、最初は休学して、後に中退したんですけど、思い切りましたね。 はいあの今から考えると恐ろしいというかちょっと何も考えなかった <laughs> 若気の至りでこれあれなのかなししまま僕も今年41の学年なんですよだから1個上の学年なんですけど我々の世代ねよく言われるのがこう就職氷河期みたいなこと言われるじゃないですかあ、うん、まあ失われた10年とか20年とか、うん、なんかそんなこともありましたその,その選択の価値観の中にはそうですね実はそのももとととちょっと あの留学したいと思ったのは、実は英語を勉強したいとかではなくて、うん、あのちょっと大学生活を送る中で、ちょっと行き詰まったというか、うん、ちょっと将来、の不安を覚えましてそれはやっぱり、そういう社会的な状況からですか。うん、ちょっとこう、ね、思うところが、なるほど、うん、なるほど。<laughs> エミコちゃゃんんんななかか興味あるんじゃないですその語学留学に行ってから、もうそのままそっちで就職しようと思ったんですか そうです語、ね、学留学して1年のつもりだったんですが、うん、あの半年ぐらいしてやっぱやっぱこっちの生活が好きになったので<ー>じゃあもう日本の大学辞めてしまってこっちで大学入り直そうということで、えー、<ー>そのまま4年生の大学に行きましてアい普通なんかね半年ほどだったらまだホームシックが残ってたりする人もいると思うんですけど何がそんなに楽しかったんですか なんでしょうね、まあ、もう最初来た時、英語が全くできなかったので、Yes、うん、しか言えなかったんですよ。何聞かれても Yes しか言えなくて、あのーね、最初、一番最初投稿した時は、プレイスメントテスト、その英語の能力を見るためのテストを受けなさいって言われたんですけど、うん、それ言われてたの分からずに家に帰ったぐらいで。<ー> その時点ででもう英語は最低レベルですよねだから最低レベルのクラスに入れられて、うん、まあ少し勉強していく中で、まあ、英語がどんどんできていく中で面白くなったのもありますし。 自由な生活っていうのもあって多分の残りたくなったのかなと会話がイエスから始まって半年で楽しく感じるって相当な急成長ですよね最初高須クリニックから始まったわけでしょう。なん <laughs> ですねイエスタカスクリニック今何してはるんですかその ?20 年経って20年経って、ま、こちらの大学を卒業してからはあのクリエイティブ系の仕事につきまして えー、そのまま、まあ、いくつか転職はしてるんですけど会社員として働いてまんす。さて サンディエゴにいらっしゃいますけどサンディエゴってどんな場所ですか僕ほとんどイメージないんですけどサンディエゴなんか海が綺麗以上終わりっていう感じなんですけどそれだけですかお二人はまだイメージありますよねんかねそれこそねメキシコ近いからやっぱりそのタコスサボテンとかタコスサボテンはいちょっとアバウトすぎますけどヒスパニックの人とかイメージはね観光地ですよリゾート地っていうイメージがってます合ってるんですか そうですね、あのー、メキシコ料理もいっぱいありますし、うん、南に行けば行くほどメキシコ系の人も、あのー、いっぱいいらっしゃいますし、うん、あと観光は、ね、特に家族,家族持ちにとってはあのいろいろ遊べるところがいっぱいあって、はい、テーマパークといいますか、うん、あのサンディエゴ動物園とかは、まあ、こちらでは有名なんですけどアメリカでは、うんはい、動物園もあり。うん えー、シーワールドとか。<ー>うじゃあ<の>我々が、はい、サンディエゴに行ったらどんな楽しみ方があるんですか例えば3日4日で行きましたってなるとどの辺り回ればいいんですかどう楽しめばいいというかうんワイナリーとかワインか<ー>カリフォルニアワイン。ああそっかそっかそっかそうですねこちらの方もワインは作っているところがいっぱいありまして。うん はい、近場から少し1時間ぐらい走ったところにもありますし、うんはい、はあとは、どうですかね、うんうん、一応あの、よく言われるのがこう、山と海が近くて、うん、1> こう 1> 一日の中で山に行ってスキーをして、その日のうちに、えー、あの海,で海でサーフィンをするみたいな、そうた例えというか、まあ、実際できるんですけど、えまあ、えそういうくらいこう海と山が近くて。 そう井戸でいうと、日本の長崎とか大分なんですよ、うん、これ、北緯32.5、うん、32. 度ぐらいですよね、ちゃう,ちゃうかったっ32.7度,度か、まあ32から33ですよね、うん、雪降るんですかそうですね、ちょっと行くともあの、小高い山があるんで、山に行くと結構、雪降ったりするんですよ、えー、<laughs> あのアホな質問ですけど、もちろん冬だけですよね。 冬ですねなるほどアウトドアアクティビティみたいなものも楽しめる環境なんですねそうですね、ただ私自身はスキーもサーフィンもしないんであんまり恩恵はないんで、もったいない。マットさんはどういうふうにお休みの日は過ごされてるんですか子供のお世話が一番と、あとはバイク。 モータータサイクルバイククルバにツー,ーリングとか良さそう、はいね、景色とかもはい、うん、あれですか、えー、なんかカリフォルニアってもうからとしてるイメージがあるんですけどやっぱり湿度低くてカラッとしてて過ごしやすいっていう感じなんですかそうですね非常にあの雨が降らないので、うんまあ、砂漠気候ですのであの、まあ、砂漠気候ですね雨が本当に前降ったのいつかって思い出せないぐらいまあそうかもう<ー>夏あ夏から春 秋まで、全く冬だけちょっとあの土砂降りになったりはするんですがあ、まあ、それ以外はもう雨降ったのを思い出せないぐらい降らないですねあとさんに少し伺いたいんですけどあのこのラジオいつから聞いてくださってるんですかえっと、もう始まった当初からぼうさんのラジオは、というかぼうさんは、まあ、テレビ番組も含めて、うん、あの追っかけているので。えー どうやってて見るんですかラジオは YouTube でテレビはまあそういうふうに環境を構築する方法がありましてままああできんこともないねあの今ほらネットで外で見れるねレコーダーとかも普通にメーカーから出てますからまあ日本の誰か親戚の上に置いといたら見れんことないですよすごい大の辛抱さんファンじゃないですか。そうですねやはり昔から あのズーン朝の頃からまああの知っていたからででも10代とかでしょ20年前日本にいた頃っていう僕はズームインまあわかる10代やわへえはズームイン朝見てたんで今もずっと見ててほ鍋なべさんとなんかすごいこうシンパシーを感じあるかもそうですね年も変わらんしそんな憧れの辛坊さんが間もなくまあ6月の多分ねこの感じでいくとね6月の中頃ぐらい にどうも多分到着するんじゃないかなって感じですの行かれる感じですか、もうハーバーには。はいもちろん、どのあたり着くかも調べてやる。<ー>オンエアでも言ってましたもんね、しん坊さんね。 ちょっと調べたら、多分やっぱそこしかつくとこはない,みたいでで、ね、もかなりあの、慎吾さん、具体的に言うてましたからね、あ<ー>場所は。まあ誰も来ないだろうと思ったんでしょうね、<laughs> サンディエゴだし、うんまあ、今コロナだしっていう。で、言ってたら、ワクチンの接種が進んで、いだいぶあのいろんなものが解除されてきたっていうね、<laughs> 感じですよね、今ね、サンディエゴも。はいそうですね、もうどん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 あの開いていく一方ですね、今は。うん、今街の様子ってどんんなな感じなんですか、うん、あだいぶ普段通りりに戻りつつ ありますね。レストランもそうですし、学校もそうですし、はいあの、私の職場ももうずっと、まだ今現在もリモートなんですけど、ええ、でも、その,あの慎重な会社でさえ、はい、今、開き始める方向で話が出ているので。開き始めるってことは、今はどういう状況なんですか あー今はまだあの多少の制限、今、サンディエゴ郡ではあの4段階あるうちのレベルが、うん、下から2番目まで落ちたんですね。はいはい、なので、まだもう1段階あるんですけど、うん、なのでまだあのレストランの、えー、人数制限があったり、それはその最大何人までで食事するんだったら、しなさいねねってことですか、えー、そうですすかそう例えば今だと、えっと、50%。 うん、まではあお店の店員の、はい、要するにあの半分席を間引けということですね。そうですね。マットさんの会社もリモートでされてるんですか、今はい、もう今はまだリモートなんですけど、えー、っと25%ずつちょっとテストがてら、ちょっと人を入れていこうかなっていうなるほど。<ー>じゃあもうテレワーク1回徹底されても、やっぱりリアルに戻っていくっていう流れなんですね、アメリカでも。そうでですねでもやはりあの お,おそらくいずれ選択制になると思うんですが、あの週の半分だけ行くとか、職種によっても違ってきますが、あの前みたいにもう全員来なさいっていうことには、うちの会社はならないような気がしますね働き方の多様化、一気に加速しましたね、ねねじゃあもうあれですか、もう街の様子はほぼ正常な感じに戻ってきてる感じですか、一気に戻った感じですか、ワクチンの接種と接種率とかと比例して。 そうですね、ここ五六週間で、その5、6週間前は、えっと、4段階のうちの上から2つの,ほ<う> 2> あのレベルだったんですが、そこからこの6週間ぐらいで、うん、2>, えっと2から3に下がって,ってで、もう来月の半ばには一番下の,あの段階に移るだろうっていうふうに言われてるので6週前はどういう状況だったんですか、その制限は、いわゆるレベル3ですよね、はどんな感じの制限なんですか、内容としては。 内容としては、えっとえー、レストランでの店員が、えー、収容人数の25%とか、うーん今が50%で、はい、前は25%、イベント、野球とかは、まあ、無観客だったり、うん今はまあ観客入れ始めてますのでうん。マスクとかはどうでしょう、皆さん、まだマスクはつけて外出されてますか そうですねマスクは割とこの辺りはみんなあのちゃんとついてます、ね。アメリカでもサンディエゴでもその例えば飲食店のでのこう酒類の提供を止めていたり、時短みたいなことはあ,るあったんですか、レストランは。いや、えっとですね、うんえー、バーとかがこう閉まるっていうのはあったんですけど、それはバーだからっていうよりは、レストラン全部が閉まってたんで。うんうん はい、でそれがまあ少しずつ緩和されて、今では、えー、っと今ではバーの中の、えー、っとなんていうんですか、あのうん、すみません、えっと、外,外のテラスとか、ああいうところではもう、バンばん飲んでいますし、たぶんでこのところは、店内でも飲めるようになり始めていると思いますね、うん、最近。 なんか二酸化炭素測る機械とか、サンディエゴでも置いてるんですかい置いてないあのん,あんまり見ない。置いてない気がしますね、席の間が空いてることはあったと思うんですけど、<ー>アクリル板とかはないんです、ね、なるほどね。うん、まあでも、ワクチンの接種もだいぶ進んでるんですよね、もう,っともう、えー、3週間ほど前に2回目の接種も終えました。 早いだってまだ41人でしょ、ね、で、2>, うん、2回の接種を終えててしかも、ほんで日本から行ってる、ねうん、人でも、平等にその年齢で受けられると。ということは、もう相当進んでるんですか、ワクチンの接種は。そうですね、サンディエゴ群で言えば、えー、2回接種した人ももう6割以上ですし、<ー><ー>1回目接種した人に関しても8割以上。 もう年齢、はい、職業、あと、まあいわゆる出身とか、国籍問わずはい、誰でも、ね、接種できます。希望する人は、じゃあ、ほとんど打ってるすい、うんあまあ、年齢はじゅ、えー、ファイザーの場合は16歳以上で、上ただ、今、12歳から15歳までも打てるようになりましたえちなみにあの、打てるようになるまであの予約センターに5時間電話かけ続けなあかんとか、そんなことあったんですか。<laughs> 日本みたいに、えっと、オンラインで予約したんですが、うん、やはりあの私が接種できる番が回ってきて、うん、あのすぐにあの予約しようとしたんですがやはり2週間ほどは予約取れなくてオンラインでこう<ー>気づいたらちょっと、ね、あの家から働いてますしコンピューターでふと思ったら。 予約しようとしてみてあやっぱりだめでっていうのが2週間ぐらいは続いたんですね、はい、えそれはダウンしてたってことですかそのページが殺到していやもうあの埋まっちゃうで<あ>どんどん埋まっちゃう,う枠がすぐ<ー>なるほどねまあでも2週間そこそこで取れたと日本みたいにですねその接種をめぐって、えーまあ、混乱というか不公平感みたいなものってあったんですかねそのうん接種できる人と要するに例えば 日本でいうと、高齢者の人でもネットを使える人と使えない人とか、運よくそのコールセンターにつながった人は、まあ、すぐに接種が受けられるとか、そのなんか、いわゆるね、ある意味公平っていうと、抽選とかだと公平だと思うんですけど、ね、そのあたりのこう不公平感みたいなんてあったりするあったんですか、混乱とか、当初の。いや、混乱は特に聞いてませんね、周りでも、そうなんですか。 そうですね割と私の場合もそうでしたけど、まあ、短期間のうちにまあ予約取れましたし、うん、えとちゃんと順番は決まって少しずつ、はい、あの私あの高血圧持ちで少し早めに打てたんですねそういうのもあのしっかりあの順番はあの大まかな順番はあったんで、うん、あの接種会場も。 あの全然混雑とかそういうものも見ませんでしたし、うん、というか逆にアメリカにしてはすごくスムーズにえこんなにみんなしっかりやってるんだって思うぐらいあのマットさん、うん、ウェブで予約したとおっしゃいましたけどあのウェブができない高齢者とかってどういうふうに予約されてたんですか、うん、あどうなんでしょうかこちらの人、高齢者でもみんなインターネットやるイメージは自分は持っている<ー> <laughs> 予約方法はウェブのみですか <laughs> 私のそのあの病院経由ではそうでしたうんえ80代のねおばあちゃん、おじいちゃんとかってねスマホも持ってないとかパソコンもよくわからないっていう人もいるでしょアメリカだとはいえうんそういうことはニュースになってたりはしないんですか、うんはいはい、特に混乱は日本ってまあ、そもそもねそのワクチンの輸入量っていうかワクチンのこう数自体がねう まあ確保できてなかったりもしますから、もうベースの環境というか、事情が全然違うんでしょうね。うん、あとワクチン後進国とも日本は言われているので、うん、その辺のこのシステムとか、打つね、そういう仕組み作りが多分できてないっていうのも大きく影響してるんですかね。ねそうでしょうねねきっっと副、ねうんね、副反反応応出またたか副反応1回目打った時は、うん え少,しだせ少しだけだるさを感じて、あと、普通筋肉の痛みがありまして、ただ2回目打った後は、うん、あのは、ー、39度の熱が出てしまいまして、結構、周りの方もそういった副反応、出てますか、はい、そうですね、よく聞きますね。で、39度の熱が出て、何日ぐらい続いたんですか、その高熱は。高熱は1日で、うん 収まりまましして、たただだその後2 3日はるさが続きました、ねまあ、じゃあ、そのいわゆるこ息苦しさとか、いわゆる言われているそのコロナの症状みたいなものは出ず、まあ高熱がどんと出て、ちょっと倦怠感が2、3日続いたということなんですね。そうですね、息苦しさはなかったんですけど、うん、コロナの症状でいうと、味、<う>味覚が、<う>あのまあ、 朝から39度で寝込んで、まあ、妻がランチにおにぎりを持ってきてくれたんですけど、それを食べたときにこう、味がしなくて、えっえっってものすごくびっくりして、うん、妻にも味がしないって,って、えー、妻も結構絶句みたいな感じになって、そうですよね。はい、そのワクチンって、でまあ局あの。 塩結びでもなくて、海苔も巻いてなくて、ただ味が薄かったっていう。ああ、なるほど。おちにいっぱい粒が飛んでる。え、じゃあ別になんか感染したわけではなかったんですね。そうなんですね。軽く感染されたっていうことあまり味をつけてなかったっていうことですね。そう。まあ風邪ひいた時ってね、ちょっと鼻詰まったりするといつもよりね、味感じにくかったりしますもんね。嗅覚大きく影響しますもんね。なるほどね。いや、ちなみにどんなところで接種されたんですか。 その日本ではね、はいえっと、自治体によって違ったりしますけど、うん、私はあの以前あの通った病院経由で案内が来まして、うん、その病院がサンディエゴ郡で4か所ぐらい会場がありまして、うん、でその中でもあの予約が取れたところにもうどこでもいいんで取れたところに行ったんですがそこはショッピングモールが会場になってまして一、うん、つのまあお店を全部まあ中を除いてそこに、え。ー お医者さんとかボランティアの人を配置して、うんでえー、接種した後は、えっとはフードコートの少し開けたところで、うん、まあ待機15分から30分待機っていう会場でした接種の案内はその国から届くのではなくそのかかりつけ医みたいなところから届いたってことですかはい私の場合はまあ大きい病院だったので、うん、そこからまず 最初に来たのかなそこから案内のメールみたいなのが届いてそこからネットで予約するという形なんですかはいということはどうなんだろう病院にいわゆる通院歴があるとかない人はどうなんですかいろんな方法があると思いますのでこういう形だけじゃなくてもちろん保険がない人とかもいますし。アメリカ そういうい会場はありまますし<ー>えっとまた他の病院経由とかあるいは自分から、あのー、サンディエゴ軍の、えー、っと,ところに登録してみたいな形もあったと思いますしでも、そういうやり方だとなんか重複する人とかあと漏れてしまう人とか出てきそうな感じはしちゃいますけどそういういいここととはないんですね、うん、今のところ、うんまああのー、最初はあったかもしれませんけど、まあ、今になってはもう、あのー、ワクチンも余って っている形になるので、うん、あの私の勤め先の会社も。あの接種会場というか、その、えー、ファーマシーの人たちを何社か呼んで。うん、えっと、社員向けに、社員と社員の家族向けに。<ー><ー>えっと、この日に、あの会社の駐車場で接種やるんで来てください。いたいとか。や<ー>したりしてますね。やっぱりワクチン作れる国はちゃいますな。な、うん、そ,そうですね。パリパリものづくりの国でないと。なるほどね。 いやね、いっぱいちょっと他にも聞きたいことがあるんですが、これ、はい、あのじゃああのマットさん、辛坊さんが入校するタイミングわかればあのご連絡しますので、お時間あればあの憧れの辛坊さんにマイクを向けてください。と番、はいで。あの緊張してできるかわかりませんけど。<laughs> <laughs> そうですよね。はい、20年後入行、はい。もう来月ですからね。はい。本当だ。はい。引き続き、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。 いやこちらこそありがとうございましたありがとうございました,ました今週のニュースピックアップはアメリカサンディエゴ在住のサンキス海外特派員マットさんとつなぎました番組ではキスナーの皆さんが気になったニュース世の中に対する疑問や意見などをお待ちしています番組公式ホームページのメッセージフォームから必ずリクエスト曲を添えてお送りください世界中からたくさんの情報お待ちしております 石川県にお住まいのキスネーム、ガラナオビッシーさんからのリクエストで、福山雅治、始まりがまた始まっていくでしたメッセージご紹介しますありがとうございます。 石川県よりラジコで毎週聞いています。お嬉しいお石川県から県ジュリアさんの元いた、ねうん、はい<お>そうですよ。最近気になっているのは石川県の都町に設置されたイカのモニュメントに関して、海外メディアにも報道された件です。うん、税金の使い方にも問題がありますが、私は京都在住の知人に聞くまでこの件を知らなかったそうです。あれま。うん 愛知のトリエンナーレ問題といい地元メディアが首長に気を使った報道を行うのはどうなのかと以前から疑問に思っています。 とのメッセージです。ね、結構全国的には有名になりましたよ、ね。まあね<の>夕方のニュースとかでもね。やってましたよ。当初はあんまり地元でも報道されてなかったっていうことなんですかね。やっぱ気使うんですかね。私も石川にいたから。どう、どうだろう。<laughs> どうだろう。できたっていうことは報道するかもしれないですけど、そこに事実をお伝えしても視点を交えないと思うんですよね。うん、なるほど、ね。地方局にいると感じてる、感じてたのはあんまりその専門家とか。コメンテーターをその呼ばないので。まあ、うん。うん がね、うん、なかったりするるのもあるんでしょううけどそ,うそ,うそうだから事実のみをこう報道するっていうのはじゃ、うん、でもこの方はそれ知らなかったってことですもんねだからお伝えしきれてないのかどうなのかまあでもね一概に地方メディアがねあのそういうまあいわゆる行政とか首長とまあズブズブかというとまあ、そうでもなくてねそれもそう大人にあの富山のチューリップテレビでね、うん、TBS 系ですけどあのー、昨年ですかあのー、映画の「ハリボテ」というのをね、あのー 公開したあの例の富山の市議会議員の政務活動費の不正問題を追及したいおきべさんというねチューリップテレビの方これもああのま言うたらもうね映画の公式ページにありましたけど富山県って有権者に占める自民党員の割合が日本一多いという保守王国で自民党のその市議のドンを追及したということで最終的にはチューリップテレビをねおやめになられてそれこそ去年の4月から古巣の石川 テレビに移籍されましたよ。え、いよきべさん。あそうだ、そうだ、あのね、私その人事異動の情報が毎回来るんですよ。いだに、誰だろう、いよきべさん、これなんて呼ぶんだろうって思って。いよきべさんですよ。この言葉。今度ゲストに呼んでください。そう、ドキュメントに行かれたんですよ、部署。そういう。 まあ、ね、名古屋だと東海テレビとかが結構そういうのも有名ですけど、はい、まあねえ地方局でもやってるとこやってるし、うん、逆に東京都知事のね小池さんの会見なんかやっぱり勝手知ったるその都知事のいわゆるあの都の いわゆる記者クラブのね面々しかあの小池さんからしか当てないっていうねいうようなこともありますからねだからまあ一概にローカルがどうかっていうのもまああるんですけどまあでも富山からあの県もね政務活動費の県も発給して全広がってきましたからねねあれ大きかっただからまあねあの志を持ったやっぱりメディアマンっていうかね報道マンもまあやっぱりいるんでねもちろんいっぱい言えねだからそういう方々のこう取材活動もね応援していきたいですねはい では、続いてのコーナーに参りましょう。続いてはジュリアズアイ。このコーナーは私と愛美子ちゃんがそしてたまにはおじさん2人がで書いてますね。ここにごめんなさい。気になった情報やトレンドをお届けするコーナーです。今週私が担当するんですが、テーマは冷凍食品です。冷凍食品はい、どんなイメージあります。簡単簡単！ 僕こんなん言うたまた怒られるから曲がってるからね僕性格ね。んかね、はい、冷凍食品って、うん、いや便利なのよ、うん、で今最近美味しいのも分かってんねんけど、うんはい、なんかねあの一人で暗い家の中でチーンって熱とかって言いながら出して食べたら中冷たいみたいななんかもうそういう <laughs> うんっていうイメージがね, <laughs> あ,ねある。うん、品質もなんかちょっとこう冷凍しちゃうってよくないのかなとかって思って。 ちゃう人もうん、うん、まあいるとは思うんですやっぱ新鮮に出来立てを食べるとは違うんではい、はいまあね、冷凍したら栄養素がどうとかねたまに聞きますよね、うんはい、そう、うん、でも冷凍技術が今すっごい向上してて、うん、作ってすぐ出来立てを閉じ込める瞬間冷凍とかもありますのでむしろ保存料とか入れずに長期保存ができるって意味で、うん、今<ー>今すっごいあのなんラジオリビング聞いてくだ <laughs> さいねあの <laughs> でこの間ねまあちょっとフレンチレストランにまあちょっと ね、誕生日があったので、<ー>ちょっと家族で行ったんですよ。うん、一両のフレンチレストランで出されたパンがめちゃくちゃ美味しくて。うん、え、これどこのパンだろうと思って、やっぱり、こう、近所の有名なパン屋さんとかから仕入れてたりするパターン多いじゃないですか。これ、冷凍のパンですって言われて。 聞いたら冷凍のパンなんですって群馬<う>の方からそういう冷凍のパンを取り寄せてやってるんですってこれめっちゃ美味しいんですよって今,今はパンは冷凍の時代ですって言われました。えもう私偏見でよくそのの冷凍のパン 買えるねサイトとか見るんですけどいやそんなパン冷凍とか絶対品質落ちてるわって冷凍のパンいうたらおかんがああもうちょっとあした賞味期限いけるから冷凍入れといてっていうやつあそうですそうですそういう意味イメージで賞味期限を伸ばすってイメージもあると思うんですけど作ってすぐ冷凍しておくっていうであ出来たてをそのまま冷凍でも いいやそれれを言われたたとにちょっと驚いたんですパンってなんかどっちかというと食べる時は近所のおいしいパン屋さんに行って買うっいうイメージですけど、うん、今は冷凍なんだそうです。で,すで結構いろんなメーカーからその,そのパンがね冷凍パンがまあ全国から出てるんですよね、うんまあ。そういうサイトもあるんですけど、うん、私が今回あの冷凍でおすすめしたいのが、うん、冷凍スイーツ。 パンからちょっと発生するんですけれども、あの冷凍スイーツって想像するとアイスクリームとかそんなもんですよね。アイスじゃないんですよ。今ローソンがですね、コンビニエンスストアのローソンが冷凍スイーツに着手したんです。で、まあ、これまでね、その解凍時間がネックで、まあ、大手メーカーどこも手をつけなかった領域なんですね。その冷凍スイーツというのは、その未開拓の市場に、まあ、ローソンが挑戦してるんですけど、ただ冷凍スイーツを出して。 解凍する時間なく手間なく、うん、冷凍庫から出してもすぐ食べられるスイーツが出たんですん<ー>先月末アイスじゃないんですよ。ま、あ今からねあの揚げる つの中に、ちょっとクイズです。その冷凍スイーツがあるんですけど当ててください1つ目アップルパイ2つ目ドライフルーツとナッツのカッサータ3つ目ティラミスもうカッサータが何か分からへんわんかそのままドライフルーツが入ったミルクのアイスみたいなやつのなんかちょっとケーキっぽい感じ食べたことないから私も分から絵で見ただけなんですけどパンの流れからして僕はアップルパイ私はティラミス うん。<laughs> えなんでパンの流れからしてパンはだって焼かないといけないんですよ。えー、いやまあ冷凍パン言うからアップルパイかなっていうこの放送作家らしい目線で当ててみたけど <laughs> ズバリその表情からしてズボシで当たりやね。<laughs> えでも、まあもうわかりました。正解三つとも正解です。マジか。えー、<laughs> アタック25の会議で怒られるやつやでそんな問題はないっていう。えーえー、でも固くないんですか。そう私もね、うん、それをここでご紹介する前に食べて、うん、あのあのぜひ皆さんにお伝えしたいと思ったんですけど。うん 人気みたいでコンビニで売り切れてるんですよ普通にね今冷凍コーナー行くと充実してるじゃないですか結構まあそれはなんか普通におかずとかが充実してるそのコーナーに冷凍スイーツ出してすぐ食べられるっていうものが並んでるんですよアップルパイとかティラミスを冷凍から出してそのまま解凍せずにこれあの皆さんローソンから一銭もお金持てないから捨てまっちゃいますよローソンさんお金ちょうだい <laughs> しかもねあの冷凍庫でストックしてたらあのいつでもね、うん、食べたい時に食べられる気持ちもするし、そうすごい優秀なスイーツが出てきたなと思って今私がすごく気になっているものです。なるほどはいほうてみよう。食べたいはい <laughs> あ、駆け足でしたけれども、はい、これ以上、えー、ジュリア材のコーナーでした、はい、さあ今週も エンディング恒例でございます。えー、太平洋横断前に辛坊さんから辛坊さんが自宅から掘り起こしてくれたレアモノプレゼントということで、はい、今週はですね、またツイッターにありますけれども、何ですか？えー、神奈川東京に60店舗、確かな明日のお手伝い、横浜信用金庫の埃取りさんというね<え>。<laughs> 銀行からよくもらうやつですよね。ね<え>横浜信用金庫 <laughs> スポンサーなってくれんかなこの番組の。 提供クレジットみたいなしいやってないこれ <laughs> 新門さんがもらったやつあのね<え>なんかシリコン状のなんかラバーみたいなやつでね、うん、なんかあのヘラみたいになってるんですよあの料理とかでほらあのフライパンとかのこう焦げとかをこそげるようなシリコン状のねヘラみたいになっててそれでなんかねあのパソコンのあのほらディスプレイとかにこうついたほこりとかを。 あシリコンゴムの粘着性と静電気を生かしてしっかりほこりをキャッチ水洗いして繰り返し使えるんですってえ、うん、タオルとかじゃなくちっちゃいそそれシリコンそれでこれで取れるんですってこれだけで<ー>平成22年度東京都トライアル商品認定トライアル 発注認定商品じゃあ割と新しいものなんですね新しいでももう10年前あえ、平成か間違えたです今令和だったはい。欲しいという方は番組ホームページの専用応募ホームからエントリーしてくださいなお当選者の発表は商品の発送を持って返させていただきますということでメッセージもお待ちしておりますちゃんと言えましたはいはい上手にできましたはい。今週はここまでですさよなら